神社の方だ。 おい、行ってみようぜ。 なんだこの霧。 確かにさっきまではこんなじゃなかったのに。 これうかつに飛び出したら俺たちまで本当に迷子になっちまうぞ。 それより、サキ様、 さっきの悲鳴って、一体… こっち来ないで! え? なに? うわ、何かに襲われてるの? 痴漢とか? 山の中にいるわけないでしょ。イノシシか何か。うん、なんかうごめいてるぞ。っておい、なんか今光らなかった。さあ、声のする方に行ってみましょう。見間違いじゃないのか。この霧でよく見えないよ。 にしても、なんだこの霧。私も気になるけど、今はサキさんの悲鳴が先よ。ああ。おい、サキ、リョウ、大丈夫か。待って、何かいる。なんだあれ。 違う!動いてるぞ、こいつ! なんだって? そんなバカな… またあの音だ! この変な奴が出していたのか! が聞こえたか。ミエ、そこにいたのか。 え、お兄ちゃんが、なんで? 待ってて、サキさん、今助けるから。 ん?葵ちゃんなの? 待って、こっち来ちゃダメ!
助けろよ。変なのがこっちに。どうします？来ちゃダメって言われても放っておけるわけないでしょ。何やってんだ、早くしろよ。あれは獣神、まさかそんなこと。まずは話しかけてみよう。そうだよ、子供が何かかぶってふざけてるんだろ。おい君、待てよ修二さん。子供の体重でそんなに足が地面にめり込むわけねえだろ。修二さん危ない。たくまくん、なんだこいつ、カスってこれほどなんて、とんでもない力だ。大丈夫か。あ、すまない、君に救われた。あ、危ねえ、逃げるぞ。やめろ、葵さんに手を出すな。あ、てなんてバカ力だ。あんなのに突進されてよく怪我しないで済んだな。そうだ、みんな大丈夫か。大丈夫か、タクマ。ごめんなさい、私のせいで。いつの間にか囲まれている。まずい、だんだん近づいてきているぞ。やべえぞ、それに霧も濃くなってきた。みんな大丈夫か。みんな気をつけるんだ、むやみに動いたら危ない。うわあ！
ここ神社の下なのか。地滑りに巻き込まれて落ちてきちゃったのか。あ、そうだ、みんな無事なのか。出て、頭がズキズキする。来ていないな。おーい、ミノル、アオイさん、おーい。誰か、誰かいないのか。通話可能エリアの外だ。あ、今何か動かなかったか。あの岩みたいなやつなのか。音が聞こえなくなった。襲ってくる様子はないようだけど。何が近づいてるのかわからないのも怖いし、ゆっくり近づいてみるか。できるだけ刺激しないように。あれ、いない。どこ行ったんだ。あ、草むらの中、草が避けてるとこがある。まるでそこに何かあるみたいな。見えないけど何かいるのか。そうだ、さっきも似たようなことがあったような。
けど、いる。だったら触ればわかるかな。怖いけど確かめなくちゃ。そう、俺いない。いや、草に跡が残ってる。僕が近づいたから逃げたのか。近づかないで確かめる方法はないかな。スマホのカメラで気配を見つけたことがあったっけ。撮影したら姿が見えるんじゃないか。よし、やってみよう。なんだ今の。一瞬だったけど確かに何かいた。これなら見られるんだな。でもまた襲いかかられたらどうしよう。考えてばかりじゃ拉致が開かない。辺りをスマホで見てみるか。手がかり。Thank you.